生のファンクラブ向けでしょ。ここ噛まずにいける、噛まずにいける。これ何ポイント稼いだと思ってんの？プラス50って書いておくの。やめてください。ほんでこの間ザリガニ取り行きました。ザリガニ取りに雨の日に。いいですね、アクティブパパ。お弁当は何自分で作るの？お弁当自分で作る。だって何人一人しか選んじゃダメって言ってるの、チーム全員やってるじゃないですか。しかも質問と違うし。いつも熱い応援ありがとうございます。今年は J2 に昇格、J3 優勝できるように応援よろしくお願いします。さあ、ということで今日はこちらの3選手に来ていただきました。じゃあ自己紹介をお願いします。背番号24番の砂森和也です。お願いします。そして背番号23番の岡本翔征です。いやー甘いねー。そして背番号22番江戸美香です。あー渋いねー、ありがとうございます。はい、ということでこれでもあれでしょ、翔征のファンクラブ向けでしょ。まあまあメインはなのでセンターに座ってもらって、はい、ユニフォームもっと前出とけよ。だからやっぱり出ろ。ユニフォームランキングも1位ですから。はい、それでは早速行かせていただきます。まず1つ目はこちら。人に自慢できること。で、出森選手は自分が真面目だって性格の自慢もあったりして、あとは山本選手は全中ができるとか、マット運動が得意だとかいう話もありましたね。はい、じゃあ書けましたかね。はい、じゃあ江藤選手、人に自慢できることお願いします。早食いです。早食い、エピソードかなんかあるんですか？そんなに早食いはいいことではないと思うんですけど朝時間がない時とか、まあ、そういう時にパッとほぼ噛まずにいけるっていう。噛まずにいける、飲み込んじゃうっていう特技なんですか？なるほど。じゃあ早食い番組とか鹿児島のテレビ局がやるってなると、もしかしたら呼ばれる可能性も。出たいタイプ。あ、出たいタイプ、はい、あ、じゃあぜひテレビ局の皆さんお願いします。お願いします。ありがとうございます。そして岡本選手できましたかね。はい。さあ人に自慢できることどうぞ。僕は優しいところです。優しい。自分で言う。いや、自覚あるんですよ。どういった自覚があるんですか？いや、なんかそのプライベートの時とか、その人に文句とか言わなくなる。普通言われたりしてもムカつくことが。そんな試合の時はやっぱイライラしますけど、プライベートの時は特にそんな感じたことないです。じゃあ例えば車運転しててちょっと渋滞とかハマって、みんなああなんでだよみたいになるじゃないですか。結局多分早く行っても遅く行ってもそんな変わんない。なるほど。で、何ポイント上げたと思ってんの今今自分のポイントで言う、これ何ポイント稼いだと思ってんの？プラス50って書いておく。上げてください。ほんで上げてないですよ。砂森さん逆に下がるんで、あまり言わないのは。失礼しました。はい、いいかもしれない。お願いします。はい、それでは砂森選手、人に自慢できることお願いします。優しいだろ。優しいなと。動かなくなったバイクを直せるバイク屋さんじゃないですか、もう。です。え、直したこと実際あるんですか？あります。昔スクラップ工場とか動かなくなったバイクあって、はいはい、それを直して売ったことがあります。すごい。ホンダであのメカニック勉強してたんですよ。さすが元ホンダですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問いきたいと思います。こちらです。もうそれぞれ自分がこれ楽しみだなって思ってること、例えばサッカー終わった後何々するのが楽しみだとか、普段の生活何をしてる時間が自分は楽しいっていうのを書いていただければ。さあ早いですね、岡本選手。はい、これは楽しみだ。どうぞ。ゲームです。ゲーム、これどういったゲームでしょうか？プレイステーション4でやる Apex っていうゲームなんですけど、ヘッドホンとかして3人チームでやるんですけど、まあ、いろんなオンラインの人とやるやつで話しながらやってます。え、知らない人ともやったりするんですか？全く知らない人ってやることも結構あります。同じやることもありますけど。すごい。これ得意ですか？得意、結構得意。ギャップがすごいですね。狙ってます。ギャップ狙ってます。あ、ギャップ模様。はい、ありがとうございます。ゲームということで、さあそれでは江藤選手、はい、日々の生活これは楽しみだ、どうぞ。リハビリです。リハビリ、なるほど。大怪我をして毎日リハビリの生活、リハビリが楽しいって言えるってすごいですね。長期離脱しちゃったんで切り替えて、日々自分の体がどう変わっていくのかとか、パワーアップしてるなっていう感じながらリハビリを楽しみに頑張ってます。なるほど。日々のその良くなっていってるなっていうちょっとした変化を楽しみながら。ミスターポジティブじゃないですか。素晴らしい、ありがとうございます。さあそして砂森選手、これは楽しみだ、お願いします。子供と遊ぶ、子供大好きですもんね。子供大好きですね。なんかまあ公園とかでも、まあ、自分の子供と遊んでても他の子供が遊ぶんですけど、とにかく家帰って真っ先に子供と遊んでがいいです。ちなみに一番最近こうハマってる遊びとかあるんですか？なんか子供さんと。この間ザリガニ取り行きました。ザリガニ取りに、雨の日に。いいですね、アクティブパパ、素晴らしいじゃないですか。でもいろいろこう選手も一緒になって遊んでくれてるんで。なるほどなるほど。彼とかは全然遊んでくんないです。ゲームばっかり、ゲームばっかり。
それ。インド派なんで。誘ってるんですけど。なるほど。インド派なんですね。まあ、誘われてない。いいじゃない。インド派の女性お待ちしております。これ結構皆さん分かれますって分かりましたよね。カレーっていう人もいれば。江藤選手早いです。ストライカー並みの判断力というか瞬発力。では江藤選手、最後に食べたいものお願いします。肉です。肉好きですか？肉好きです。でも噛まずに飲むんですね。噛まずに飲むんですね。もう何肉でもいいんで食べたいです。その肉の食べ方としてはどんなのが一番好きですか？焼肉ですかね。あー、焼肉一番シンプル。じゃあ一人焼肉とかもしたりとかお願いします。すごい。じゃあ焼肉一緒にしてくれる方を募集して。お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、そして、あ、翔成くん待ってますね。翔成くん、最後に食べたいものどうぞ。しんどいよ。オムライス。しんどいもん。何しんどいしんどいって。なんか流してます。てか、ね、肉で、はいはい、オムライス。すごいっちゃうんですよ。すごい。それは本当に好きなんですよ。一番好きなんです。スプーンとフォークでね、もうね。結構、ケチャップ、ポテト乗せてね。わかる。オムライスだよね。なんでこれオムライスが好きなんですか？シンプルに食べ物の中で一番好きなんで、最後の一番好きな食べ物を食べます。なるほど。よしよし、してあげてください。もうちっちゃい頃からずっとオムライス。はい、すごい。皆さんオムライス好きということで、かわいいじゃないですか。ありがとうございます。この後の砂森選手出しにくいですね。毎回順番俺真ん中良かった。ミキア本当に。さあ、それでは砂森選手、世界の終わり、最後に食べたいものどうぞ。マグロ。ね、ほらこうなるの。お前のせいだ。あれですよね。魚好きですもんね。魚大好きですね。最近っていうか特にですけど、鹿児島で魚ばっか食べてたら、ちょっとハマっちゃって。え、しかもこの間なんかマグロを取り寄せてましたよね。はい、それこそあれ、スポンサーのとこからマグロとか頼んで、はい、で包丁買って、まな板もなんか木のやつ買って、はいはい、さばく練習します。でしたよね、はい、SNS からかで僕見たんですよね。すごいな、どこ目指してんだろうなと思いながら。趣味がね、ちょっとできたから。すごい、ありがとうございます。ざっくりでいいですか？ざっくりで構いません。皆さん、学校の先生とか、漁師とか、整骨院の先生とか。ギャリティーがないとダメですか？いや、全然なくてもいいです。さあ、それでは江藤選手できましたかね。はい、江藤選手、サッカー選手じゃなかったら何になっていた？どうぞ。料理人です。お、おい、板前さんっぽいです。これなんで料理人なんですか？まあ、料理うまくはないですけど、作るのは好きなんで、女性もたまにしたりするんで、料理人かなーっていうイメージですけど。ああ、なるほど、ありがとうございます。じゃあ先に砂森選手いきましょうかね、今回は。これは別に、いい、大丈夫だと思います。サッカー選手じゃなかったら何になっていたらお願いします。はい、サラリーマン、特に何系とかあるんですか？ジムでスーツで電車通勤して、オムライス食べて、お昼にオムライス食べて、帰りちょっと飲みに行って、ギャップね、ギャップね、帰ってくるみたいな。よくテレビで見るようなあのサラリーマンをやってみたいと。お弁当は何自分で作るの？お弁当自分で作ります。サラリーマンお弁当自分で作んないですね、多分。だからギャップ狙ってるんで。ギャップ萌えということで、はい、じゃあ砂森選手、サッカー選手じゃなかったら何になっていたらどうぞ。ちょっとざっくりなんですけど、実業家。自分でこう起こして、はあ、自分でこうなんか大きくしていきたいですね。やってみたい欲が強いです。いや、実業家ということで、じゃあ次行きたいと思います。好きなサッカー選手、もしくは影響を与えてもらったこうサッカー選手とか、今、あ、この選手いいよねっていうサッカー選手でもいいですし。お、長生選手、早いですね。それでは、岡本選手、好きなサッカー選手、どうぞ。はい。で、リフト選手、はい、これなぜなんでしょうか？17歳の時に、はい、J リーグ選抜でオランダに行った時に、アヤックスの試合を見て、その時、まだリフトが18歳の時とかでキャプテンやって、それでもめちゃめちゃ活躍してて、そこでも衝撃を受けてから、もうこの選手が好きだなと思って、ずっともう好きな選手です。実際にこう自分が現地に行って見て、肌で感じて、そうですね、すげえなと思った選手。はい、はい、じゃあ、江藤選手、はい、好きなサッカー選手、どうぞ。引退しちゃったんですけど、あ、ぽいぽいね、ぽいっすよね、ちょっと顔っすよね。はい、顔と体型と、ね、はい、なんでプジョル選手なんですか？兄貴がいるんですけど、兄貴もプジョルが好きで、その影響を受けてずっと好きで、あんな体を張ったプレーだったり、リーダーシップのとこはずっと憧れてて、センターバックとかいうことで全然違うんですけど、体張ったプレーとかは参考にしてたんで。ありがとうございます。さあ、砂森選手、この選手好きやわ、どうぞ。ジョルディアルバ、
はいはい、まあ、左利きのサイドバックで上がっていくタイミングとか攻撃のスイッチの入れ方結構好きかなって。強かったバルサの時をずっと見てました。はい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 、ありがとうございます。これね、すごく気になりますけど、これね、いろんな人に選ばすのは酷なんじゃないかとかいろいろ言われちゃうんですけど、やっぱりこれ楽しいじゃないですか。仲いい選手知りたい、でこの選手はあの選手のことを思ってるのにあの選手は違ったみたいな、またそれも面白いじゃないですか。ちなみに砂森選手はもうすでに2人から選ばれておりますから、どちらを選ぶのかというのもね、非常に楽しみでもありますから。これは1人なしな、2人確認はなしですね。はい、これは1人になります。みんなあの結局2人出しても1人に絞らせていただいてるんで。さあ、岡本選手早いですね。岡本翔成君、一番の仲良しどうぞ。仲良しっていうかもうみんなと。ああみんなね。なんで一人しか選んじゃダメって言ってるの、チーム全員やってるじゃないですか。しかも質問と違うし。いや、みんなと話すなんて聞いてないじゃん。翔成君が誰ですかって聞いたらみんなと話すって回答になってないからこれ。いやでも確かに。おい、ありません。決定早く。やり直しですか。でもまあ優しさが出るんだろうね、このなんかこう選べないね、選べないみんな。いやいいですよ、もう無理しなくて。選べないですね、本当に選べないですもんね。だからもうみんなってことですね。ありがとうございます。それでは江藤選手よろしいでしょうか。はい、一番の仲良しお願いします。どうぞ。井原選手です。お、井原選手、これなぜですか。まあ自分入院もしてて、はい、そんなにチームと絡んでなくて。そっかそっかそっか。選手あんまり絡んでない中でも、まあ、去年いた岩崎選手のつながりで井原選手とも仲良くさせてもらって、はいはいはい、今度引っ越すんですけど、家もほぼもう車で1分ぐらいのとこに行ったんで、これからもっと仲良くなるかなっていう。すごい。ずっと入院中も SNS 上げたらほぼ絡んでくるんで、あの人それも込めて仲いいかなって。いやありがとうございます。はい、じゃあ砂森選手一番の仲良しお願いします。今年入ってきたんですけど、はい、白坂浩平選手です。白坂浩平あれ白坂風磨と張ったんだ浩平が合体してますよね。俺には選べなかった。あ、本当に選べない。いつも3人でいるんで。なるほどなるほど。ご飯も行くし、はいはいはい、遊ぶし、はい、俺の子供めっちゃ遊んでくれるし。なるほどなるほど。常に一緒にいるんで。どうですか岡本選手、さっき散々言われましたけど選べない。優しさっすね。あ、オッケーなんですね。オッケー。優しいな。なんかもうそうやって言われるこのエモスラをもうなんか。あ、面白い。狙ってんだ。狙ってない。さすがですね。いや、さすがですね。いやでもこれナチュラルですから。ありがとうございます。じゃあ白坂選手とハッターズ選手、お二人と。二人はもうてか三人でセットなんで。なるほど、ありがとうございます。全チームにはもちろん勝つ気できますけど、特になんか思い出があるチームとか、まあ、そういうのがあれば。まあどうしよう。じゃあ江藤選手先に行きましょうかね、はい、江藤選手このチームには特に負けたくない。どうぞ。松本山雅です。あら、松本山雅、これなぜですか。自分の1個上の先輩で米原俊介選手っていう人がいるんですけど、はい、ロアッソユースで1個上で、そのまま上に上がって松本山雅に移籍して、自分も鹿児島に移籍してできてっていうつながりがあるんで、プライベートでもずっと年末とか帰っても遊んでくれますし、そういうつながりもあるんで負けたくはないな。なるほど、はい、一緒にね高校時代ユースで切磋琢磨した先輩、はい、じゃあしっかり怪我直して復活して対戦、僕も楽しみにしてます。はい、以上岡本選手このチームには負けたくない、お願いします。はい、富山。はい、富山。語る富山、これはなぜでしょうか。地元が富山なんで、シンプルに地元のチームには負けたくないっていう強い思いあります。2年前はやった時ちょうど引き分けと負けなんで、はいはい、今年はもう絶対勝ちたいです。いやー、なんかピッチ上の翔成選手の目になってましたね今。ありがとうございます。じゃあ砂森選手、このチームには負けたくない、お願いします。どこかな。全所属チームかな。なるほど、アスルクラブ沼津。苦手意識とかそんなないけど、はいはいはい、やっぱ自分そこでこういたっていうのもあるんで、そのぐらいの理由ですね。あとはでも全部勝ちたい。落ちてきたチームもそうですけど、世間的にこう強いとかって言われてるチームは特にちょっと叩きたい。ああ、なるほどね、負けたくないと。はい、ありがとうございます。いつも熱い応援ありがとうございます。チームとしては今年必ず J2 昇格を目指して全力で一試合一試合戦っていきたいと思います。個人としては早く怪我を治してチームに貢献できるように頑張りますので、これからも熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。そして岡本選手お願いします。今年は J2 に昇格、 J3 優勝できるように頑張りますので、熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それではラスト、砂森選手お願いします。
いい時も悪い時もありますし、シーズン長いので、もちろん選手、スタッフもそうですけど、サポーターの皆さんと一緒にこうワンチームになって戦いたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで今日はですね、江藤選手、翔成選手、そして砂森選手に来ていただきました。お三方ありがとうございました。